ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がランドローバーディフェンダー110 00ブラックエディション2021年式6250キロ、こちらの車両になります。はい、やってまいりました。限定車、はい、限定車です。そして今回ちょっとむ難しくないですか、ディフェンダー。めちゃめちゃグレードもあるし、オプションで積み重ねるともう何が何だか分かんない感じになりますね。そして限定車も結構いろいろ出てますよ。はい、というわけで、はい、できる限り勉強してきたんですけど、はい、だいぶ怪しいです。はい、大丈夫です。はい、というわけで資料を見ながらお届けしたいと思います。はい、でまず今回のこの00ブラックエディションっていう限定車なんですけど、はい、なんかその前だか後に、はい、00エディションっていう、その前ですかね、前ですかね、はい、回りましたね。はい、それは黒くないやつなんです。はい、そうですね。で今回今回はその名の通りブラックエディションということで、まあ、真っ黒クローンになってる。はい、でこれが日本独自の150台限定、はい、90も入れると180台限定、はい、こちらのお車になるということで、はい、でもう各部が黒くなってるのと、はい、あとはベースになってるのが、はい、これグレードもいろいろあるじゃないですか。あります、はい、あります、はい、まあ、ベースがあって、はい、スタイリングでもその X とか、はい、X ダイナミックとか、はい、ベースとか、はい、でその他 S、SE、HS、はい、そうです。これどうなってるのっていうぐらいですね。ということで、はい、1個ずつ整理していくと、これ今回のベースになっているのは X ダイナミックの SE がベースになっている。はい、ベースですね。ただ X ダイナミックって言われても、はい、はてなマークがつきますね。ますね、はい、これが中間というか、そうですね、まあ、必要な装備がある程度ついた揃ってて、はい、まあ、オンロードもオフロードも強化したようなパッケージになると、はい、で SE っていうのも、まあ、ちょうど使い勝手のいい、はい、まあ、必要な装備がまるっと揃ったそうです、ね、パッケージになる、はい、ということで端から見ていきたいんですけど、はい、まあ、とにかく全部真っ黒と。そうですね、この辺も真っ黒だし、はい、そして SE ベースということで、はい、このデイライトのシグネチャー LED ヘッドライト、はい、これでも標準装備、はい、でこの辺も樹脂じゃなくて、はい、一番ベースのグレードって樹脂ですね。樹脂ですね、はい、だそれも写真で見るとほぼ分かんないじゃないですか、はい、同じ黒なんで、はい、ただ現車見るとちゃんとその塗装してある黒になってますね。はい、本当に真っ黒っすよね。そうですね。でこの辺も全部黒いんで、はい、であとは樹脂パーツって本当にこの網の中ぐらい、網の中ぐらいですね、はい、しかないので非常にこうまとまり感もあって、はい、あります。高級感あります、ね、ありますね、はい、でどっちかっていうと本当にオフロードに特化したモデルじゃないですか、はいはい、なので割とこう樹脂パーツも似合っちゃう車なんですけど、はい、そんな中でもこうグロスでまとめてあるんで、まあ、非常に高級感もあると。そうですね。そしてこちらに X ダイナミックのエンブレムもしっかり入ってる、はい、であとはこの肩から外観も内観も全部一新されて、アルミが多用されているということ で、はい、で各部全部アルミになってます、はい、ただこの辺なんかはプラスチックなんです。そうですね、これちょっとリアルに使っちゃダメです。ダメです、はい、まあ、その辺は演出ということで、はい、このスタイリングなんかこう賛否出た時あったじゃないですか。ありましたね。いや、こんなのディフェンダーじゃないよってい う、 こう厳しい意見もあったりとか、はい、まあ、新しいものとしてあったりとかあったんですけど、はい、僕は割と最初衝撃だったんですけど、はい、見慣れたらこれめちゃくちゃかっこいいなと思って、かっこいいですね、はい、やっぱり先代とまた別なのは、はい、現行のゲレンデにも少しつながるのがある。ありますね、はい、そうですね。現行のゲレンデってもうスタイリングもほぼ似た感じですけど、踏襲してますよね、はい、まあ、このディフェンダーに関してはスタイリングこそ変えてありますけど、はい、オフロード性能だったよ、はい、あと後ろなんかで見られるパーツなんかは、はい、結構先代をこう踏襲した、踏襲してますね、はい、パーツなんかもいろいろついてるんで、はい、まあ、前代乗ってた方にも割と受け入れられる感じなのかなと、はい、そしてあとは今回の車は SE ベースということで、はい、コントラストルーフなってるんですけど、はい、真っ黒なんで分かりません。分からないですね、はい、ということで全部本当に真っ黒、はい、ピラーも天井も全部真っ黒、真っ黒です。であとは足元、こちらも限定ということで20インチの6011 6スポーク、はい、これも真っ黒、黒、はい、ってますグロスのブラックの、はい、だからもう本当に真っ黒ですね。真っ黒なんですよ、本当にボルトが目立っちゃうぐらい丸々真っ黒になってる、はい、そうなんですよ。で当然オールテレインのタイヤなんかも標準装備ですし、はい、あとはエアサスペンションが、はい、標準になります、はい、ということでバネサスとなんか微妙にちょっとこう車高が違ったり、違いますね、はいはい、まあ、走行性能がちょっと違ったりだとか、はい、まあ、その辺があるみたいです。そしてあとはこの大きいボディサイズと、はい、この長いホイールベース、はい、でオフロードに特化したモデルなんで、はい、これなんちゃってじゃないんですよ、ディフェンダーなんちゃってじゃないですね、はい、フロントのアプローチアングルもそうだし、はい、ここの、まあ、今回サイドステップついてますけど、す、ね、はい、この段差を乗り越えられるここの角度なんかもかなり取られているということで、はい、そしてセンサーだったりカメラもいろいろついてて、ついてますね、なんか水深90センチぐらいまでまで大丈夫です、はい、いけちゃうという、はい、もうガチンコオフロードできる、はい、だから全然違いますよ、全然違うんですけど、はい、ジムニーだなと思ったんですよ。そうですね、なんかイギリス版ジムニーですね、まあ、サイズも形も全然違うんですけど、はい、
なんかもうそのぐらいのポジションというか、そうですね、本当にあの本気でこうオフロード走る車にはなってますよね。本国で言ったらもうそういうポジションの車なんだなっていうのをちょっと感じました、はい、そしてもう本当に真っ黒、ミラーも真っ黒だし、本当に女子のパーツもないですね。ないんですよね。ボアの部分もそうだし、ミラーもこの辺も全部真っ黒になってる。意外とこのステップのこのサイドの部分とかって普通の車確かシルバーとかだったんですけど、はい、そこまで真っ黒にされてますんで、でこれもこれを購入した人だけが、はい、あの追加で買えるこのステップ、はい、黒いタイプ。これ先ほど下見で乗せていただいたんですけど、はい、乗りやすいです。そうですね、これあるなしで本当全然違いますんで、はい、ただもちろんそのサイドの車高に関しては、まあ、多少低くなってるんで、まあ、オフロードサイドも究極のものを求める方に関しては、まあ、いらない装備かもしれないですけど、まあ、街乗りメインであれば、まあ、絶対あった方がいいかな、はい、いいですね。あとこの後中で紹介しますけど、これドラレコとセットなんですよね。セットです、セットです、はい、ちょっとハテナマークだったんですけど、はい、まあ、みんな欲しいところなのかな。そうですね、パッケージになっちゃってますね。今回の車はしっかりこの辺もついてると。そしてスペースの関係上、はい、後ろから今撮ってますけども、はい、サイズがまあ大きいということで、大きいですね、はい、これ結構お客様からも言われることが、そうですね、やっぱり5メーターっていうサイズになってきますんで、ちょっとサイズ的にどうなのっていうご意見はございます。僕らも実際に乗ってみて、ちょっとやっぱり大きさは感じますよね、はい、でその気になる寸法なんですけども、はい、具体的なところでいくと4945、はい、ほぼ5メートル、です、はい、そして幅の方が1995、はい、ほぼ2メートル、はい、5メートル2メートルと思ってもらう、はい、そして高さの方が1970ということで、はい、やっぱり大宮店のショールームに入れるとパンパンになっちゃう、パンパンになりますね、真横から撮れないんで後ろからお届けしてますけども、はい、これやっぱりこのサイズ感って使い勝手にもまあ影響はしますけども、しますね、はい、やっぱり中の居住空間だったりとか、そうですね、ゆとりに関してはもう直接つながってくる部分だと思うので、はい、この後内装でご紹介させていただきたいと思います、はい、そしてあとは後ろに回っていくと後ろ仙台感すっごい残ってる、ちょっと残ってますよね、はい、でやっぱりいろんなレビュー見たんですけど、はい、このスパッて切られてるこのテールと、はい、あとこのテールランプのデザインと、はい、あとは凹凸がなくなってるじゃないですか、なくなってますね、はい、にもかかわらずこの外付けのスペアタイヤ、はいはい、これがやっぱり仙台感すごく、特にやっぱ後ろ側のシリーズに関してはもうらしさ、はい、全開ということで、でこのスペアタイヤがここがプラスチックで、はい、こっちがちょっと樹脂っぽい、はい、ちょっと柔らかめのプラスチックですね、はい、そうですね、はい、そしてこっち側はビニールのタイプになってますね、はいはい、でこれロゴもディフェンダーのロゴがしっかりと、はい、この辺も全部真っ黒なんですね、真っ黒ですね、はい、そして今回のお車全部この辺のエンブレムなんかもしっかり真っ黒な、はい、でこれエンジンのグレードアラス D300、はいはい、でこのパッケージが、3リッターディーゼルのみになるんですよね。そうです、はい、で車的には、まあ、2リッターだったりマイルドハイブリッドだったりいろいろあるんですけど、はい、今回の車はディーゼルのタイプになっております、はい、そしてあとはここも限定みたいですね。そうです、その、はい、これが、まあ、今回の一番の、はい、ユニオンジャック入り の, あのエンボスステッカーっていうふうに書いてあったんですけど、はい、あのわずか1年で経年劣化で、そうですね、ちょっとこう、はい、残念な見た目、残念な感じになってますけど、でこれに関してはあのパーツ確認しましょう。そうですね、はい、まあ、出ればちょっとお取り返して、はい、お渡し可能でございます、はい、もう必要っていう方はですよね、はい、はい、もういっそのものいらないよという方は剥がしてっていう方もいらっしゃると思います。剥がしてもらっちゃってもいいのかなと、はい、まあ、もうこのスタイリングが出来上がってるじゃないですか。そうなんですよね、はい、逆にない方がかっこいいかなっていうのもありますからね、まあ、もうご希望でしたら、はい、あのパーツをお調べしますんでお気軽にご相談ください、はい、そしてあとはもう本当にオフロード性能に特化してるんで、そうなんですよ、このトーイングの能力も半端じゃないんですよね、はいはい、そうですね、はい、だからまあいろいろ引っ張ってもらったりだとか、はい、まあ、あとオフロードでも本気で使えるような、はい、そんな車になっております、はい、続いて内装も見ていきたいと思います、はい、ドアは結構やっぱり重たいですね。重たいです。何度かご紹介させていただいてますが、はい、 そして内装の方も特別仕様になってて、はい、これがダイナミッカスウェードクロス、はい、まあ、要はこのスウェード調の生地と、あとはスチールカットプレミアムテキスタイルシートっていうコンビのシートになってる、はい、レザー調ですかね、レザー調ですかね、はい、のこのコンビのシートだから、なんかこう高級感もありつつ、はい、実用性もありつつ、でこれグレードにあったらフルレザーとかあります、ね、まあ、全部モケットのやつなんかもあるんですけど、はい、まあ、ちょうどいい感じかな。そうですね、はい、そしてあといろいろ専用装備もなんかもついてて、ロードスペースラバーマットとか、はい、あとディープサイドラバーマットっていうの、これ今装着されてないんですけど、要は横の立ち上がりがこう、はい、そうですね、ついてるゴムのあのごっついマットですよね、はい、ビショビショになっても大丈夫なようなマットがこちらにもついてますんで、はい、泥遊びしてもそのままあのブスのまま乗れちゃうような、はいはい、そんなマットも付属しております。こんな感じの内装になっております。続いて乗ってみたいと思います。これ今回非常に距離浅ということで、養生もまだ張ったままの、そうですね、これディフェンダー光ってますよね。これ光ってます、光ってます、はい、ディフェンダーロゴもしっかり光るタイプのスカーフプレートもついてると、はい、そしてやっぱりこれステップないと乗り込むの大変ですね、はい、ちょっとそうなんですよ、高いので、あの、まあ、男性の方だったら大丈夫だと思うんですけど、女性ですとかお子さんとかはやっぱりないとちょっと厳しいと思いますね、はい、この僕の短い足でもだいたい膝より高いんで結構足上げないと、そうですね、まあ、その点ステップついてると一段いけるんで、はい、周りと、はい、そして乗り込む時もここグリップになってるんですもんね、はい、なんでステアリング握ってもらってもいいですし、ここにはないんですけどここで握れるようになってると、はい、
そして乗り込むと12ウェイのシートヒーター付きのこちらのシートになっていると、はい、というわけで、まあ、通常の調整プラスランバーサポートという感じですかね。そうですね。そしてシートは絶妙ですね。絶妙だと思います。あのコンフォートともスポーツとも取れない、取れない、はい、サイドはもう本当に真っ平、ただお尻結構沈み込むん で、ね、割とホールドはいい感じ。フルレザーの車にも乗ったことあるんですけど、フルレザーよりはちょっとやっぱりこうクッション感が強い。ああなるほど、まあ、シートの生地の問題だと思うんですけど、はい、レザーより伸びますから、はい、そうですね。で背中に関しては割とサイドサポート大きく張り出てるんで、背中はしっかりホールドしてくれる感じがします、はい、そしてステアリングもこのスポーク部がしっかり黒くなってる、はい、だから内装も結構黒で統一されてる。そうですね、認められてますね、はい、そしてこのレザー巻きのステアリングになってると。でこの辺がマルチファンクションと、あとこの辺なんかレンジ感ありますね。ありますね、はい、ハンドルオーバー感というべきか、はい、レンジ感というか、レンジ感ですね。そしてメーターはこんな感じで、はい、こちらのメーターと、あ、140キロまでなんですね、この表示は。表示はこれかけると、そうですね、こっちにつながって出てきますかね、はい、こんな感じで、はい、だ160キロ以降はデジタル表示になって、で真ん中にインフォメーションが出るタイプと。そしてこの手の車独特のこの水平気象のダッシュボード、奥行きも割とあるんで、あります、ね、ゲレンデなんかより全然ある感じがします。ありますね、はい、そしてこの辺はなんか絶妙な生地なんですよね、はい、そうなんですよ。革でもなく布なんでしょうけど、はい、なんていうんですかね、人工的な、そうですね、はい、そんな感じの生地でちゃんとステッチも入ってると、はい、そしてこの辺が大型の液晶とナビもついてると。いや結構優秀だと思うんですよ、何度か触らせてもらったことあるんですけど、そんなにめちゃくちゃ反応いいかっていうとそうじゃないですけど、なんか全然十分使っていただける、はい、ね、でメディア関係も充実しますし、当然スマホなんかもつなげるようになっております、はいはい、そしてエアコン関係がこちらのデュアルゾーンのエアコンになっていると。押すとシートヒーターと切り替えのタイプ、はいはい、こんな感じになっております。であとはこの辺が車高上げ下げと、はい、ヒルディセントと、はいはい、あとはこの辺がオートの切り替え、この辺がついていると。そしてあとここに USB タイプ C とタイプ A、はい、であとはシガも、ね、はい、あ、そこにもついてる、そうなんですよね、 USB が充実してるんですよね、充実してるんですね、ディフェンダーって、はいはい、だと収納系が非常に充実しているということで、はい、まあ、ここ横ないですけど、この下にも物が置けて、ここにも置けて、はい、アフターパーツで結構ここのこう小物の仕切りとかがすごい出てるんで、なるほど、必要な方はそれを使っていただくと、もうよりもっとこう便利に使えるかなと思います。だ本当にギアというか道具要素が高い車なん で、はい、でね、まあ、そういったカスタマイズとか小物もたくさん出てると、はい、まあ、本国がだからそういう使われ方なんですもんね。多分そうですね、だから、はい、遊びに使ったりとか、そうです、まあ、仙台なんかも仕事に使ったりもするとかっていう、そうですね、国によってはなんか消防車とか、なんか そういうのにも使われてる車みたいです、はい、そしてここのセンターのコンソールは割と深くて容量、ペットボトルはいけなそうですけど、缶のジュースぐらいだと入りそうなぐらい深い。ペットボトルも確かにいけます、はい、あ、ここ上もえぐれてるからいけるかもしれないですね、はい、結構な深さのあるこのセンターのコンソールになっております。でここもちゃんとステッチが入ってて、はい、いい感じです。でこっちはウッドになってると、はい、であとは収納関係でその前にも置けるし、置けます。でこの後ろもちょっとスペースあるんですよね、はい、でこっちにもある、はい、だ本当にだからなんか良き相棒として使っていただける使えるような車になってると、はい、そしてグローボックスは日本仕様だとこの発煙筒がついている関係でちょっと狭くなってますけど、はい、そうですね、あと深さもあんまりない感じですかね。なるほど、はい、こんな感じになっております。そして足元はフロアのカーペットがビニール、はい、ビニールなんですよ、硬いゴムというか、はい、はい、もう本当だから汚れてもこう雑巾とかで拭き落とせるような形になってますよね、はい、なってる、はい、そしてペダル関係に関してはブレーキがまあドセンターって感じですかね。ドセンターですね、はい、でアクセルなんかも、はいはい、非常に使いやすそうな感じです。でフットレストも大きいです、大きいです、はい、だからちょっとゴツゴツした靴履くのも考えられてるのかなっていう、はい、で右ハンドルでも全然違和感ないですよね。ないですね、なんかどっか寄っちゃってるとか、はい、このフットレストがなくなっちゃってるっていうのもないんで非常に乗りやすそうな、はい、そしてピラーに関してはこれファブリックですね。ファブリックです、はい、そして天井もファブリック、ファブリックです。そしてバイザーに関してはビニールのこのスタンダードなタイプ、はい、そしてミラーに関してはこの枠のないワゲみたいなこちらのタイプになって、はい、でサングラスホルダーすよ、あ、ついてるんですよ、はい、最近珍しいですね、珍しいです、はい、そして先ほど触れてたドライブクルドもちゃんと専用のものがついてる、はい、であとはこれグレードによって、まあ、オプションだったり標準装備だったりします、ね、ということなんですけど、はい、この大型のサンルーフも、はい、こちら失礼しました、こんな感じでこれがびっくりするぐらい広いんですよ、広いですね、ええって感じですよ ね、最初初めて開けると、はいはい、こんな感じのこれも標準でついております。こんな感じの内装になっております。続いて後席を見ていきたいと思います、はい、後ろもドア大きいですね、大きいです、なので開口部も広々ということで、はい、北尾さん乗ってみますか、はい、後ろはちゃんと掴むとこグリップがありますんで、ちょっとやっぱり高いんで
乗り込みはグリップ掴んでステップ踏んでいただかないとちょっと難しいのかなと思います。ただ開口部の広さはやっぱり結構効いてるなっていう、はい、結構効いてますね。ゲレンデなんかよりここの足元のスペース全然広いじゃないですか。はい、車も大きいんですけど。そうですね。で座っていただいてもやっぱり結構足元ゆとりがありますので非常に楽かなと。これはですね、僕だいぶ見栄を張ったポジションですということで、僕のちょうどいい位置にするともうこのぐらいでも全然大丈夫です。はい、だいぶ広いですね、はい、そうしますと。やっぱり効いてますよね、ワンテンポの長さは、ホイールベースの長さは。シート自体はもうやっぱり割とフラットなので、ロールとかそういったところはもしかしたらちょっと体を支えるのが難しいのかなって感じはするんですけど、こちらお使いください。はい、グリップ掴みます、はい、あとさっきも言ってたんですけど USB の機能が後ろもタイプ C 充電なんですけどできまして、あと通常のソケットついてるのと、あとこれすごいのがここにもあります。オプションでモニターが出せるんですよね。出せるんで、はい、多分そこから電源取るためのものなんですけど、ここでも普通に電源が取れる感じですかね。だここまでついてるってすごいですよね、はい、すごいですよね。オプションでも最初から選ばないとこうなってない車も多いじゃないですか。なってないですね。はい、で後ろもエアコンがこっちでも設定ができるようなのがついてますので、非常に過ごしやすい後ろの空間だと思います。であとはこのサンルーフの大きさもあって、はい、非常にこう、はい、すごい開放感がたっぷりぐらいありますね。であと資料を見てびっくりしたんですけど、はい、リアリクライニングとスライドがついてるんですね。あ、ついてます、はい、というわけでだいたい後ろの席ってリクライニング固定だったりとか、はい、そうですね、まあ、できてもスライドだけとかって感じですけど、なんと両方ついてるということで、ちょっと待ってくださいね、はい、スライド、これ一番前の状態です。で後ろまで行くとここまで行きます。だこれ結構その荷室の使い勝手もそうだし、そうですね、後席のそのゆとりもありますしね、はい。でまあ、実際これスライドするのって3列目のシートがあるので、おそらくそれでついてるっていうのもあるんだと思うんですけど、普段そんなに大人数で乗ることないと思いますので、まあ、4人家族5人家族の方だったら使いやすい車なんじゃないかなと思いますね、はい、こんな感じの後席になっております。であと一つすいません、はい、先代から引き継いでますけど、光取りというか明かり取りというか、あ、そうなんですよね、そこに小さな窓が、はい、はめ殺しですけども、ついてますんで、はい、例えばこれ閉めていただいてもある程度明かりは入ってくるような形になってますね。続いてトランクも見てみたいと思います、はい、でトランクのこの横開きなのも、はい、やっぱりこの先代と変わらずというか変わらないですね、はいはい、そしてトランクに関してはこんな感じで、僕がそのソフトタイプのトノカバーつけました。これいいっすね。これいいですよね、このワイルドさ、はい、布のタイプもまああるじゃないですか。ありますね、あれに、はい、だからこれ本当に引っ掛けるとこゴムで、はい、骨組みも両サイドしか入ってないっていう、入ってないですね、本当にあの道具感が非常にあるこのトノカバー、はい、あと意外とトノカバーってハードタイプのって使ってない時に邪魔じゃないですか。わかります、はい、で3列シートも出てくるので、やっぱりその収納の面でもこういう形にしたんじゃないのかなって気もするんですよね、はい、撮影で使わせていただいているティグアンは、はいはい、下ろして片付けちゃいましたですよね。確かにその点、はい、出したりしまったりが割とできるっていうのはいいかもしれない、はいそ, ねはい、そしてトランクはこのゴムのマットが引いてあって、はい、少しやっぱりこの使用感ありますけども、ありますね、はい、この手のやつってあんまりこう綺麗にできないんですよ。できないですね、はい、傷はどうしても入っちゃうんで。ただ逆にこれが引いてあるんで、はい、まあ、下はほぼノーダメージということ で、ね、あとこれ面白いんですけど、一応バンパーを保護していただけるように、荷物を積むときに傷がつかないように、はい、なってますね、はい。そしてこの下は収納あるんでしたっけ。下はですね、ここにジャッキとか、はい、車載工具、車載工具だけしか入らないです。収納されてる。でこの前に3列目のシートが収納されている形になりますね。それは当然手動で出すタイプですよ。はい、手動で出していただく形になります。なんでまあ本当にスペース的にも、はい、まあ、用途的にも多分緊急用っていうのがメインになってそうですね、緊急用になってしまいますので、はい、どうしてもちょっと人を乗せなきゃいけないとかっていう時に使っていただく形になるかなと思います。ただ3列目もちゃんとドリンクホルダーがついてたりとか、はい、そうなんです、ついてるんですよ、はいはい、いろんな装備がついてるついてます、はい。だから3列目緊急をふざけんじゃねえって言われそうですけどそうですね、はい、一応まあ作るのは作ってみますか。そうしましたら出してみますか。じゃあはい、まあ、倒していただければ これもいいと思ったんですよ、はい、この生地も、ね、このまま荷物とか乗せていただいてもっていう形ですからね、はい、やっぱりこう布だったりすると、はい、こう硬いもの乗せた時にダメージ大きいですけど、はい、まあ、ゴムのマット引いておくのがなおさらいいんですけど、はい、まあ、このまま使っても全然いけちゃうぐらいの、 そしてこれを引っ張り出すとこんな感じで3列目が出てくる、はい。そして3列目はこっち側がエアコンの風量だけですか。はい、そうです、はい、風量がもうついてるということで、はい、そしてシガーもついてるんですよね。ついてるんです。だからもう本当にまあ、もちろんここはタイプ C じゃないですけど、はい、充電差別がないという、はい、この辺はかなりやっぱり使い勝手のいいところなのか、はい、
こんな感じになっております。続いてエンジンルーム見ていきたいと思います、はい、エンジンの方が 2993cc の直力ディーゼル、はい、でこれ馬力の方が221馬力トルクの方が650ニュートン、はい、トルクめっちゃ出てますね。トルクは出てますね。でスペック的なものでいくと0107.1秒、はい、マックス191キロということで、はい、まあ、ここに関してはまあスタートダッシュする車でもないじゃないですね、はい、スピード競う車でもないんですけれども、はい、まあ、トルクがかなり出てるんで、はい、まあ、非常に乗りやすいかなと、はい、そして組み合わせるミッションの方が発足オートマ、はい、でこれ車重が2420キロあるんですけど、はい、トルクのおかげかかなり走るみたいですね、はい、そうですね、あの出だしとかもすごくスムーズですし、あと別にそんなに普通に走る分には全然違和感ないですよね、はい、そして燃費も含めなんかめちゃくちゃ評判いいみたいですね、はい、このそうですね、エンジンすごくいいと思います。あの音もそんなにそのディーゼル感もないですし、そうなんですよ、はい、まあ、車がまあ新しいっていうのもあると思うんですけど、はい、多分皆さん一番最初にこのエンジン聞いて驚くのが、はい、多分音の静かさですね、静かさですね、はい、ディーゼルエンジンってもうちょっとこうガラガラ音というか、ガラガラ、はい、まあ、メカニカルのノイズ出るじゃないですか、はい、結構びっくりするぐらい、はい、特に車内だと、はい、なんかその遮音性がすごく保たれてるのか分かんないですけど、はい、乗ると本当にびっくり、本当わかんないと思います、さらにびっくりするぐらい静かな、はい、静かです、はい、これはこの後乗ってみたいと思います、はい、続いてトーカルウェイ見てみたいと思います。お願いします。はい、ステアリングやっぱりあのディフェンダーもやっぱりランドローバーだなって感じですよね。そうですね、まあ、レンジもそうですけど、はい、ランドローバーのステアリングって独特じゃないですか、はい、ぬるぬるしてるというか、ね、はい、めちゃくちゃスムーズですよ、はい、で先ほど試乗前のちょっと合間で話がありましたけど、この車クリープ少し弱いですよね。弱いですね。だからブレーキ離しても本当にゆっくりしか、はい、進まない感じですよね。ハンドル切ってたりするとあんまり進まない、はい、だと前後でクリープの進み具合がちょっと違う、はい、バックほとんど進まなくないですか。進まないです、はいはい、その辺がちょっと癖があるかな。あんまりこう細かいところで何回も切り返ししなくちゃいけないかったりすると、はい、ちょっとアクセルの加減が少し気を使うのかなっていうのを感じました。ちょうど今信号待ちなんで、このエアコンがモード切り替え兼用になってるんでおなじみ、はいはい、こんな感じでドローバータッチするな、はい、だからこれ結構オフロードで使ってもめちゃくちゃかっこいいなと思うんですよ。そうですね、はい、本気じゃないですか。そしてあとはいいなと思ったのは、まあ、当然カメラ関係もフルでついてるし、はい、でこれもオフロードで活躍するんですよね。そうですね、あの本当に岩だったり、はい、あのまあ、木だったり、はい、まあ、見ていただくこと可能ですので、で本当に自分の車のタイヤが乗っかってるか乗っかってないかとかっていうのが、はい、あのカメラで見てわかる。で360度全部使えるんで、はい、こんな感じで、はい、これすごいですよね。これすごいですね。あともう一個いいなと思ったのはこれ車両寸法。あ、そうですね、はい、ここが一発で出るのが、はい、あ待って待って、ちょっとあの説明書を見るから待って。そうですね、必要ない、はい、自分の車が止められるのか止められないのか一発で分かる。そしてこのだってアプローチアングルとかスーパーチャーアングルって言うんでしたっけ、はい、そうです。それなんかも全部出るということで、だどのぐらいいけるかっていうのが分かる。さすがっすよね。だからこの辺はなんか本当に道具として考えられてるというか。そうですね、はい、もうこれあれなんですよね、欧州仕様とサイズ違うんですよね。あ、そうなんですか。はい、多分幅とかが、はい、欧州仕様だと2メーター5とか8とかなんかそのくらいあるはず。オーバーフェンダーがでっかいってことなんですかね。 だと思います。へー、はい、それは初耳でした。ですね、ディーゼルめちゃいいっす。いいっすよね。すっごい滑らか、はい、滑らかだし静かだし、これ多分ディーゼルだよって言わないと分かんないぐらい静かなエンジンだと思います。そうですね、はい、まあ、もちろんそのディーゼルサウンドある程度耳に入ってくるんですけど、はい、なんかこうちゃんと粒が揃ってるっていうか、はい、整ってる音。そうです、ね、ザラザラしないんですよね。しないですね。バタバタした感じもないですもんね。めちゃくちゃ滑らか。これびっくりですね、はい、だからもちろんその止まってる時もディーゼルサウンドするんですけど、はい、そんなにこうガラガラ言ってる感じない、ないですね。
これだから距離乗った時は分かんないですけど、まあ、少なくともこの新車に近いこの状態はかなり、はい、そして出足やっぱりめちゃいいんですよ。いいですね。とても2トン400の車と思えないぐらいスイスイ走る。やっぱり乗り心地めちゃいいんですけど、ね、いいですよね、まあ、めちゃいいっす。もうデカさ以外100点満点です。そしてブレーキは少し甘いかなって感じしますね。だこれは車重が合いすぎなのか容量不足なのか分かんないですけど、はい、ただ乗り心地めちゃいい。そうなんですよ。あと視点高いんでめちゃ運転しやすいです、はい、あそうですね。ブレーキ多分踏み込めば効くんでしょうけど、はい、最初の制動を発揮しないぐらいで、はい、踏んでるとパッドがローターこう軽くっていうか本当触ってるぐらいだと、はい、そのままスススっていっちゃいますね、はい、だその先で踏み込んでてギュッていって止まる感じ。いいんですけど。いいんですよ。ランドローバーやっぱりすごいっす。すごいですよね。そうだし、はい、車の作りもこれはいいっすよ。ローラーテストって知ってます？タイヤの下にローラーを置いて、四駆の性能を測る、はい、テストがあるんですよ、はい、で最初は、まあ、フロント二輪置いて、はい、でその後リア二輪置いて、はい、で次に斜めに置いて、はい、でも最終形態は、はい、そのどっか一輪だけ残して3箇所にローラーを置くんですよ、はい、でどの状態でどんだけ出れるかっていうテスト。じゃあもう本当にただのローラーで、まあ、一輪だけで脱出できるかっていう、そういうことですよね。です、はい、でも本当に何ていうんですか、車によってはですけど、はい、もう前二輪置いただけで出らんなくなっちゃった。四駆って言ってても、そ、ね、はい、その普段 FF ベースで、はい、そのフロントが滑った時だけリア介入しますよっていうのと、はい、それだけ出らんない、ね、車とか出てきますよね絶対あるんですよ。あと斜めに入れちゃうと、はい、そのサイドのそのトラクションの配分はそんなにこう考慮してなかったりすると、はい、そうですよね、ワーンって回ってガッて出る車とかもあるんですよ。で優秀なのだと3輪置いても出れるんですよ。出ちゃう。もう本当1輪だけしかグリップがトラクションかかなくても、はい、それでグッて車を前に押し出して出れるんですよ。でランドローバーどう思います？いけんじゃないですか。いけるんですよ。ディフェンダーとかランドローバーの車全般もう1輪でもついてたらスッて出るんですよ。さすがですね。すげえんですよ。だからそれ多分動画検索してもらえばいろいろ出てくると思うんですけど、で大体優秀な車でもグググググって回って、はい、そこから多分スリップを検知して出るんですよ、はいはい、そっか、スリップ検知してスリップしてないところにウエイト置いて出すって感じですね。なんかもうディフェンダーって、まあ、僕が見た動画ですけど、はい、なんかもうデフロックしてんじゃないかっていうぐらいもうすぐ出るんですよ。もうすぐゴンッと行くんだ。グッて出るんですよ。めちゃめちゃ優秀ですね。だってなんて言ったって四駆しか作ってないメーカーですよ。そうですね。どうかしてますよね。いやじゃあ本当砂漠とかで強いですね。砂漠のロールスロイスって、ねはいね、言われますよね。雰囲気に似てる車あると思うんですけど、はい、本当の意味でこのディフェンダーとか、まあ、ランドローバーのライバルの車っていないんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。今の話を聞きますと、はい、なかなかちょっと同じとまで行く車ないっすよね。最近の車結構みんな優秀みたいですけどね。はい、まあ、欧州車、オーザン家ももうみんな四駆出してるし、ね、まあ、特にアウディ有名ですけど、はい、結構 BM の X ドライブとか、はいはい、あの辺なんかもかなり優秀だっていうふうには聞きますけど、ただ必要かそうでないかやっぱりお客様によってしまうんで。そうですね。いくらランドローバーディフェンダーこんなにいいんですよって言ってもいや使わないしなって言われちゃったら、ね、そうなんですけどね。確かにちょっと本格黒感みたいな感じになると、うん、ちょっとそのどこまで使うのって話にもなってきますからね。でちょっとライフスタイルによるかもしれないですけど、はい、最近特にそのアウトドア、そうですね、キャンプとか入ってるじゃないですか、はい、だそれに使うよとかっていう方とか、はいはい、あとそれだけ四駆の性能があったら多分その雪道凍結路とかもう全然強いですよね。積雪の道とかもガンガン行けると思うんですよね、はい、だその辺なんかかなりいいんじゃないですか。そうですね。意外とアンビエントライトもそうなんですよ ね、 いいですね。なんかもうそういうのを排除しちゃってて、はい、もう本当に男の車っていう感じになってるかと思いきや意外と意外にありますよね。ちゃんと色気の部分もちゃんとついてると、はい、だからなんかこうなってくるとシートヒーターとかステアリングヒーターもついてるじゃないですか、はい、それもなんか快適装備っていうよりかは、はい、なんかその道具として使うためにそうですねっていう感じをなんか受けちゃうぐらいですよね。そうですね、はい、手がかじかんでステアリング操作ミスらないようになんかステアリングヒーターついてますみたいな、はい、いや乗り心地の良さがこんなに良かったんでしたっけ。なんか改めてびっくりしました。ディフェンダー良くなりました。前方のというか
あのディフェンダーの強かったですよね。って感じじゃないですか。僕もあの68かな、はい、限定車のやつ乗らせてもらったんですけど、はい、本当にトラックっすよね。トラックよりひどいかもしれないですよね。あれを70年あれで行ってたっていうのが本当すごいと思いますよ。でこれにしたっていうのは本当にだから、はい、現行ゲレンデよりかも大きいこう変化、はい、変化ですよ。けど全然違う車にしちゃうんじゃなくて、はい、ちゃんとその現代版にブラッシュアップしてますね。だそれが飛び越えすぎちゃってるから、はい、結構こう賛否あったみたいですけど、はい、乗るとやっぱり紛れもなくランドローバーディフェンダーなんだなって、ねはい、特にボディ剛性オフロードの車とかって、はい、ラダー至上主義みたい な, なんか雰囲気あるじゃないですか、はいはい、でそのラダーを捨ててるわけじゃないですか、はい、この車って。じゃあその分ヤマになっちゃったのと思いきや、はい、そんなこと全然なくて、ね、アルミモノコックでだってフレームの剛性3倍らしいですよ。ラダーの3倍ってどういうことってよくわかんないですよね。もうだからそれができる技術もすごいし、そこに変化変えようっていう決断がやっぱりすごいな。すごいですよね。普通あれだけ続いてたもう伝統の車をそうですよね、はあ、変えるってなかなか難しいと思うんですよね、はあ、だからもうポルシェと同じで多分ファンがたくさんいる車で、はい、ファンが支えてきた車じゃないですか、はい、ただやっぱり先代ディフェンダー派の人もいるみたいで、いますね、いますね。なんかあの先代ディフェンダーの本当のなんか現行版はこれだみたいな車もあるんですよ、はい、はい、イギリスの車ってやっぱりすごいですよね本当に。そうですね、うん、そして車のこういうステアリングレスポンスとかはもう本当にゆったりですけど、どこをタイヤ向いてるか分かんなくて乗りづらいっていう感じは全然しないです。ないですよね、はい、本当に車は素直にまっすぐ走るし、ステアリングレスポンスもまあ良くはないですけど、はい、ちゃんと分かりやすいというか、そういう味付け。本当この速度で走ってると静かですね。本当高級車ですよね。だから心地はで車高のそのエアサスの上げ下げの幅もすごいんですよね。幅もこれすごいですよ、はい、上げるとびっくりするよ。上がります上がります。車両比較で東京店撮らせていただいたりとか、はい、出たばっかりの頃にアリーナ店のあのそうですね、そうです、中でも、はい、あの撮らせてもらったんで、興味のある方はそっちの動画を見ていただけるといいと思うんですけど、はい、えい早い。踏めば行きます。早い、はい、びっくりしました、はい、ただ結構リフトします、はい。で燃費もいいですもんね。燃費もいいですね。ただ最初に話戻っちゃいますけど、でかさっすね。でかさっすね。でかいっす。さすがにアメ車のフルサイズとは言わないですけど、はい、やっぱり 5m は結構駐車環境限られちゃうのかなっていう。で特にどういうわけか最近あの大きい車撮らせていただく機会が多い。多いですよね、はい、それであの目がバグっちゃってますけど、はい、やっぱり改めて見ると他の車とかと比べると結構大きいな。ちょっとねやっぱりコインパーキングとか入れるときにちょっとこのサイズになると、そうですね、気使いますね。気使うようになっちゃうとは思うんですけどね。2メーター5メーターですからね、はい、あとはそうだ、前回試乗させてもらったときも言ってたの思い出しました、ね、フロントがこの熱線入ってるんで。あ、そうなんですよ。1回熱線が見えちゃうと、はい、見えちゃうんですよ、ね、気になるんですよね。ちょっと最近他の欧州車でも入ってるのありますよね。ありますね。あの実はミニのクロスオーバーとかも入ってて、はい、入ってますよね。1回見えちゃうと見えちゃうっていう、はい、で特に今みたいに少し雨が降ってたりすると、はい、余計そこで反射したりするんで、はい、まあ日中は多分ほとんど気にならないレベルだと思うんですけど。早い。ああもう全然いいです。爆発的な速さではないですけど、はい、全然十分です。そしてステアリングヒーターは熱いぐらい効いてます。じゃないですか。メリディアンもついてて。そうなんですよね、うん、スピーカーもメリディアンがついてます。後ろも広くて荷物も詰めて、でなんかあちょっとレザー傷になっちゃうからとかってないっすよ。ないっすね、うん、ないっすね。ガンガン道具として使っていただいて相棒になる車じゃないでしょうか。そうですね。いや改めて乗ってすごく良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ最後になりますけど、ねはい、今回2021年式ということで、当然あの新車の保証もまだまだ受けられます。残っている車なんで、はいまあ、その辺も安心して乗っていただけるか、はい、そうですね。で最後にお知らせを入れさせていただくと、はいまあ、いつも通りなんですけども、はい、買い取りもまだまだ強化中ということで、はい、まだまだ強化しております。ぜひ、はい、お乗り換えの際なんかはご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、そしてもう一つ、はい、大宮店の方メカニック募集中ということで、はい、我こそはという方は、はいまあ、もちろんその経験者の方でも経験されたことない方でも、はい、大丈夫ですのでお問い合わせいただければと思います、はいまあ、ボンド大宮の方に直接いただいてもいいですし、大丈夫ですね。また動画の概要欄の方にもリクルート貼ってありますので、はい、ぜひそちらも確認してみてください。というわけで今回はランドローバーディフェンダー00ブラックエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。